魂を呼び戻す。つまり、死者を蘇生させるという意味であり、反言丹は、元は、中国の説話等に登場する霊薬の呼び名である。室町時代、堺の商人、モズカモンが、中国人から処方を学び、家内で代々伝えてきた。モズケは三代目の時に、岡山藩に移り住み、異業を制御落とし、 八代目の頃には、岡山藩主、池田忠夫のお抱かかえいとなるに至った。越中富山藩主、前田聖保が腹板を起こした際、モズのハンゴが聞いたことから、聖保は1683年に、万代か十一代目、モズツネを富山に呼び寄せ、処方のレクチャーを受けた。それ以降、聖保は、独自に調合させた、ハンゴを陰楼に入れて、常時携帯した。 1690年、江戸城内において、三春藩主、秋田明らきが激しい腹板を訴えたため、その場に居合わせた、前田聖保が携帯していた、半言炭を服用させたところ、すぐに腹板は収まった。これを見ていた、諸大名がこの薬効に驚き、自分たちの藩内での販売を頼んだ。聖保は、薬首相の松井屋玄瑛門に、半言炭を製造させ、 諸国に行商させた。この松井屋による行商が、富山の売薬に代表される、医薬品の配置販売業の元となった。江戸時代の半言丹の特徴は、流納が配合されていることであり、またその他二十数種の生薬、鉱物成分が配合された処方であったことが、過去の文献に見られる。一例は、以下のようなものである。 なお、1874年の、毒撃薬取り締まり法施行、不良薬品取り締まり罰則通達、1877年の、毒撃薬取り扱い規則施行などを受け、ヒ素成分を含む融合が、配合成分から削除され、その後変遷して、現代の処方に至る。当時の半言丹の薬効について、江戸期から明治期にかけての文献には、以下のような記述がある。 池田屋安兵衛商店外観現代における処方による薬効は消化液及び単汁の分泌促進であり胃もたれや食欲不振に対する効能が謳われている池田屋安兵衛商店の店内鼻くそ丸めての地口が掲示されている清水富太郎日本薬学指南残堂1949年 P184 山脇定次郎、近代日本の医学文化平凡社、1995年、P115 から126、ISBN4 から582841554、宮下三郎、長崎貿易と大阪清文堂、出版、1997年、P17、ISBN4 から792404312、AB 富山市売薬資料館編。 平成15年度富山市売薬資料館特別展。富山の薬、半言炭富山市教育委員会、2003年、P18 から21、大橋清信、江戸期越中半言炭薬法について、薬史学雑誌2003年、38巻、2号、P139 から143、池田や安兵商店越中半言炭。ありがとうございます。